見る人みんなが元気になる。똑바로 살라고 똑바로。大人応援ラブコメディ。義父母の面倒に小獣とのわがまま。財閥に嫁ぐも苦労続きの専業主婦ヨニ。그럼엄마는정작엄마는편안하고행복해엄마가좀힘들어도가족들이다편안하고행복하다면빠질거못할게뭐가있어そんな中夫の裏切りを知ってしまった上に제아들이준호씨아들입니다회장님나한텐아들이있어내아들愛人ユナの策略で家を追い出されることに예위안일기예요人生のどん底で出会ったのは向かいに住むジェギョンだった제일좋은건엉엉소리내서우는건데제경험담입니다생각처럼그돈에대한미련이쉽게버려지진않겠지만빨리털어버려야나도살것같으니까요힘이된다고요연희씨가그동안혼자서아들또얼마나살들이키웠는데그런사람또없다그것도여자가바람나서뭐傷を抱えた者同士、気持ちが近づいていくが、아무래도하늘이내가다시데려가야겠어。뭐？夫を奪ったユナこそジェギョンの元妻だった。너는안참아이제。너뭔데자꾸연희앞에알짱대는건데？네가왜？내가도연이사랑하니까。이제부터오로지내인생만살겠다고。그렇지만나하나도겁안해연희씨가내옆에있으니까傷ついた心にエールをヒットメーカーが描く大人のためのラブコメディがついに登場네가이기나내가이기나恋せよヨニアモールパティ9月2日ツタヤにて先行レンタル開始